オチルツリー軍は、アメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は1万223人であり、2000年の9006人から13.5%増加した。軍庁所在地は、ペリートン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名は、テキサス共和国の検事総長を務めたウィリアム・ベック。 オチルツリーにちなんで名付けられた。オチルツリー軍は、州内に30ある、禁酒軍の一つである。オチルツリー軍は1876年に組織化された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は918平方マイルであり、このうち陸地917平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.06%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。オチルツリー軍庁舎には一面に非文がある。全人類の公正さに捧げると記されている、ペリートン市の南、アメリカ国道83号線外れにある、牛牧場2004年大統領選挙、軍内の投票者の91.5%がジョージ・ W ・ブッシュに投票し、8%がジョン・ケリーに投票した。 リバタリアン党のマイケル・バットナリクに投票したのは二人だけだった。2000年の大統領選挙では、ブッシュが一つの軍から得られた支持率としては2番目に高い数字となり、2004年では最高の支持率だった。2008大統領選挙では、ジョン・マケインが91.7%を獲得し、バラク・オバマ上院議員は7.8%だった。 大統領選挙を見る限り落ちるツリー軍は固い共和党の地盤である。ただし、国内で最も共和党支持というタイトルは同じテキサス州のキング軍に譲っている。25歳以上の軍民5441人の中で14.6%は高校を卒業しておらず、州平均の12.9%より高い。27%は高校卒であり、 16.1%が大学卒以上である。いずれも周平均よりは低い。フランクリン・フィリップス・カレッジのアレンキャンパスがペリートン市内にある。ありがとうございます。